ハビエル・ロペス・パ・ジェホは、スペイン・パンプローナ出身の元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。各年代別のスペイン代表を経験して、振動と呼ばれていたが、フル代表の経験はない出身地の CA オサスナから1994年5月15日の、スポルティング基本戦でデビューした。セグンダー・ディビジョンのオサスナで長く成人形として、プレーし、 1999年夏にプリメーラ・ディビシオンから降格してきたビジャレアル CF に移籍した。クラブは1年でプリメーラ・ディビシオンに最昇格を果たし、パジェッホはそれから6シーズンの間ビジャレアルに在籍することになる。2000から01、2001から02シーズンは政治系としてプレーしたが、2002から03シーズンにホセマヌエル・レーナが移籍してくるとポジションを奪われた。 2005から06シーズンに、レイナがリバプール FC に引き抜かれたが、新たに移籍してきたセバスティアン・ビエラの影に隠れた。2006から07シーズンに、レンタル移籍したレクレアティボ・エルバでは、トップホームを取り戻した。2007年夏、レアル・サラゴサに移籍金なしで完全移籍した。2007から08シーズンはセサル・サンチェスの控えだったが、彼が、 トッテナムホットスパーに移籍した2008から09シーズンは西軍ダディビシオンで聖地 e を務めた。ありがとうございます。